ドルススカエサルドルススユリウスカエサルは古代ローマの将軍ゲルマニクスの息子で第二代ローマ皇帝ティベリウスの後継者候補ゲルマニクスとダイアグリッピナの次男として7年頃生まれた兄にネロカエサル弟にガイウスカエサル妹にユリアドルシラショ小アグリッピナユリアリウィルダがいる父ゲルマニクスはダイドルススとコアントニアの息子で ドルススが生まれた時には、アウグストゥスの後継者であるティベリウスの養子となっていた。母大アグリッピナは、マルクス・ウィップサニース・アグリッパとアウグストゥスの娘ユリアの娘で母からアウグストゥスの血を受け継いでいた。14年にアウグストゥスが病没し、ティベリウスが定位を継ぐと、父ゲルマニクスは、ティベリウスの実施で、義兄弟である小ドルススと共にその後継者候補となった。 内向的な性格のティベリウスとは、対照的にゲルマニクスは、多くの人気を集め、ゲルマニアでの戦果がそれをより確かなものとした。18年にゲルマニクスは東方へ派遣され、これに、母大アグリッピナも同行した。しかし、カリグラとユリアリウィラを除いた子供たちは、これには同行せず、ローマに残った。19年に、父ゲルマニクスが急死する。翌20年に、 父の遺骨と共に、母たちが帰還するとドルススは、兄弟と、おじ、小ドルスス、クラウディウスと共にとタラキナでこれを迎え、その後ローまでのゲルマニクスの葬儀が行われた。ゲルマニクスの死は、シリア総督であったグナイウスカルプルニウスピソによる、毒殺が疑われ、裁判も行われたが、ピソは判決前に自殺した。23年、ドルススは、成人式を迎えた。 父ゲルマニクスは、元首の有力な後継者候補であったため、その子ゲロとドルススは、特例的な剣職で飾られた。兄の聖人時と同様にドルススも、ティベリウスから、予定、クワエストルとされ、元老院議員に列せられた。同じ年、ゲルマニクスの死後ドルススらの父代わりとなっていた、ショードルススが病没する。ゲルマニクスなき後、実質上のティベリウスの後継者となっていた。 ショードルッスの死で、アニネロと共にドルススは有力な後継者候補となった。ショードルッスの死因は、実際には、新衛隊長官ルキウスアイリウスセイアヌスによる暗殺であったが、この事実は31年まで知られなかった。以後自らの権勢拡大を図るセイアヌスの野心は、後継者となったゲルマニクスの維持たちに向けられていく。翌十四年年初、元首の健康祈願に際して、 後継者候補のネロとドルススの名も加えて祈願が行われた。これはゲルマニクスの維持に対する行為の表明であるとともに彼らに献職を与えたティベリウスに迎合するものでもあった。しかしティベリウスはこれに対して時期尚早であるとましめた。25年、ドルススはラキウム祭りで政務官が留守となったローマを預かる首都長官を務めた。当時、この役職は 元首一家の若い男子が任命されるのが通例だった。翌年の26年にティベリウスはカプリ島へ今日移す。この原因については様々な説があるが、陰性によってティベリウスとローマとのやりとりを抑えたセイヤヌスの県勢は絶大なものとなった。この県勢とティベリウスの行為を背景に、セイヤヌスは自らの権力にとっての障害を排除するべくダイアグリッピナとネロへの攻撃を始めた。 一方で、聖ヤノスは、後継者として、兄、ネロの寺院にとどまらざるを得なかったドルススに接近した。ドルススは兄への嫉妬と自らの野心からこれに応え、その一派に加わった。その後、29年に、兄ネロは、テベリウスの弾劾の後に、元老院で皇敵を宣言され、ポンティア島へと流された。同時に、母ダやアグリッピナもパンダテリア島へ流刑とされた。 同じ年にドルスは、アイミリア・レピダと結婚した。アイミリア・レピダには、兄、マルクス・アエミリウス・レピドスがおり、ドルスの妹ユリア・ドルシルッラは、後に皇帝となった兄、カリグラの命で、マルクス・アエミリウス・レピドスと再婚している。ドルスはこれ以前に、ルキウス・サルウィウス・オトとアルビア・テレンティアの娘で、後に皇帝となるオトの姉と結婚していたが、この結婚が解消された時期と理由は不明。 ドルスはそれまでティベリウスらと共にカプリ島で暮らしていたが30年ローマへと送られて審理を受け母や兄同養合敵を宣言されたその後パラティヌスのカエサル家の地下牢に遊兵された31年にローマではティベリウスによってセイヤヌスが粛清されたこの時万が一セイヤヌスが武装放棄を加てた場合には監禁中のドルスを解放して セイアノスに当たらせるよう、セイアノスの後任の新衛隊長官マクロは、テベリウスから命を受けていたという。セイアノスの影響が消えた後も、ドルススの幽閉は解かれることはなく、33年に合死させられた。幽閉の間、ドルススの原稿はすべて記録されていて、ドルススの死後に、元老院でこの記録が朗読された。監視の百人隊長に鞭打たれ、 奴隷に殴られて過ごしていた様子や、上からベッドのマットレスの詰め物まで口にしていた様子が、朗読されると、列席していた元老院議員たちはひどく驚愕したという。ティベリウスが逝去し、弟カリグラが元首に就任すると、ドルススの像も公に設置されるようになり、兄、ネロや、母アグリッピナと同様に名誉が回復された。ありがとうございます。